ただいまより先週度のオタク満足度の発表をいたします。はい、はい、呼ばれた方はこちらまで。第3位野崎若、はい、第2位猪狩ともか、はい、第1位百瀬ひとみ、はい、第3位ありがとうございます。またここで言えて嬉しいです。月13日日曜日1部2部公演は私の生誕祭があるので、ぜひそちらも遊びに来てください。3位ありがとうございました。1位ありがとうございます。先週はホワイトミルクの卒業式がありました。卒業しました、ありがとうございました。というわけで、これが最後のおたまになるみたいなんですけどもね、はい、それで1位でここにいるの良かったです。ありがとうございます。そして月間ランキングこんな感じになっております。今週が月間ランキングの最終週となっておりますので、よろしくお願いします。先生ふざけてる人がいます。撮影中ですよ。はい、すいません。やめなよ、チェリー。鈴村さん、はい、あちらの席へ。嫌です。先週は何がありましたか。はい、はい、どうぞ。私たち8月27日に仮面女子加入2周年を迎えました。3年目も元気に頑張ろうね。頑張ります。頑張ろう。8月25日は渋谷クロス FM にて仮面女子の渋谷アンダーグラウンドにあおちゃんとチェリーがゲストで来てくれました。今年初の浴衣をそう、みんなで着て撮れてください。ねえ、都会でした。なんで暑い中来てくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。8月30日に入賞5周年を迎えたみたいで、皆さんツイッターなどお祝いありがとうございました。6年目も頑張ります。はい。29日は赤羽レディーアルファで対バンがライブがありました。アーマーガールズとスティームガールズで行ったんですけども、私が多分最後の対バンということで、たくさんの人がね来てくれてね、よかったです。ありがとうございました。百瀬ひとみちゃんが卒業ということでね、今日はちょっと卒業式っぽい感じなんで、うう卒業式っぽくももみに締めてもらいたいと思います。僕たち、僕たち、私たちは、私たちは、5日に、5日に、百瀬ひとみの、百瀬ひとみの卒業式が、卒業式があります。あります。しまって1ヶ月近くお休みをいただいてたんですけど、もう腰の怪我もちゃんと治ってライブも出れるようになって、たくさんの方が会いに来てくださったおかげで3位になることができました。これからもっともっと頑張っていきます。3位ありがとうございました。
2位、ありがとうございました。今週はですね、プチワンマンで懐かしい曲をたくさんやったりだとかして、とても楽しい週でした。来週もこの3位以内に入れるように頑張りたいです。2位ありがとうございました。いつもありがとう。今週も1位ありがとうございます。今週で4回連続での1位になりました。嬉しいです、ありがとうございます。今日はですね、髪の毛を切ってトリートメントもして髪の毛サラサラになってきました。次の週で8月度がラストになるんですけど、こんな1位が続くことはないので、本当に今月は1位頑張って目指したいと思います。最終週もよろしくお願いします。ありがとうグリーン。はい、それでは来週も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。まだ発表前ですよ。出たよ。何ですか、ケチくさいこと言わないでくださいよ。どうせ後でわかるじゃないですか、今見ても一緒。ゆきのしほりはありがとうございます、18位でした。来てくれたみんなありがとう。ということで、お母さん見てる、ありがとう。来週の劇場はこんな感じです。どう戻ってきたということで、何やらね、後ろがちょっと楽しそうな感じなんで密集してるんですけれども、あ、すっごいみんな、なんでここはみんな、みんな幸せそうなお顔ですね。ということで、来週も元気にいきましょう。せーの、元気元気。